まずはポールポジションからはゼッケン7番アッシュ服部慎、フロントローアウト側にはゼッケン8番グレンブルーレーシングの稲葉リヒト、3番手スタートにはゼッケン17番の大谷拓海、4番手には稲葉真人、5番手からのスタート松下海人、6番手に開幕ウィナー三瀬翔輝、7番手には今井颯、8番手に大森俊太郎、そして9番手には酒井瀬名という隊列でこの後ローリング隊列を整えていきます。さあタコツボの折り返し、ここで服部が手を挙げまして隊列を整えていきます。フロントロー服部、リヒト、さあこの2台が隊列を整えていきます。9台のフォーメーションが整いました。2列の隊列ロックオン。さあフロントローから白線に収まってイエローラインを通過、ブラックアウト、スタートが切られました。まずは10周の予選ヒート、スタートが切られ、1コーナーホールショットは服部慎がキープ。さあこの服部も今シーズン、ここフェスティカサーキット水波での開幕戦ではポールポジションからのスタートではありましたが、決勝ファイナルラップの最終コーナーちょっともつれてポジションを落としてしまう悔しい結果、しかしその後行われました石野サーキットでのシリーズでは見事自身初優勝を飾りまして勢いに乗っています。その服部がまずはこの今日の水波での第2戦スタートからトップをキープ、そして2番手に上がってきたのは5番手スタートから松下海人が2番手に上がってきたか。スタートよく決めてきました松下、大谷が3番手、2番手スタートのリフトはオープニングラップ4番手で戻ってきます。ここまでは4番手5番手につけました稲葉ブラザーズ。真人が前、後ろに失礼、リヒトが前、後ろに弟真人という隊列。さあその稲葉ブラザーズ2台が横に並んだか、いやここは大谷をかわしています、大谷をかわしましたリヒト、大谷が生ブラザーズにサンドイッチ、2コーナーでもインサイドを入れてこようというところ。さあ横並び状態でブラインドの4コーナー、さあトップも入れ替わりました、服部をかわして松下が前に出てきています。100分の4秒差でコントロールラインを通過をいたしました松下海人が、さあここで前に出てきましてトップに立ちます松下服部、さらに3番手争いはリヒットが3番手、後ろから大谷がプレッシャーを与え続けてきています。その大谷の後ろには真人、そして大森店、これで3周終了、4周目と入っていきます。さあこの4周目の2コーナーから3コーナー、ここで3番手が入れ替わりました、リヒトをかわして大谷が前に出てきます。しかしまだ3番手争いはグループ、大谷、リヒト、真人、大森、店、そして今井と続いていきます。トップ争いは松下の後ろ服部がつかず離れず状態でその差をキープ。
さあ今ホームストレートでここでコンマ1秒というギャップ。高速区間では服部が前の松下に近づいてきておりますが、このインフィールドでは少しその差が広がるか。朝に比べるとだいぶ気温も上がってきたのか、パドック内でも、ポカポカとし始めてきておりますが、手元のモニターでの、トラフィックテンプチャー路面温度を示す、表示では現在28度ほどというあたりまで路面温度も上がってきています。さあその中トップ松下の後ろ服部が徐々に近づき始めてきています。現在セクター1とセクター3でのベストを持っている服部、対してインフィールドのセクター2では松下がベスト、やはり、中では松下が分がありますが、高速区間セクター1セクター3といった高速区間で服部が前に出てきます。現在ここまでのファーストストラップはトップ松下がマーク52秒495。そのファーストストラップをマークしながら後ろ服部からのプレッシャーを退けて、現在レースは7周目、残り周回数4周です。3番手争いも大谷を先頭としてリヒとマヒと再三大谷にプレッシャーをこちらも与え続けていきます。ここで2番手の服部がさらにファーストストラップを更新していきました。松下のタイムを上回りまして52秒488。さあこれで目の前松下をロックをしたと言えるか。さあ服部が松下の後ろ、しかしここは、ここからのインフィールド、ここでは松下がグッと服部を引き離していきます。当然これはお互いのセッティングの違いというところも十分にありますが、さあこの後最終セクション、ここから2コーナーまでの最高速区間、ここで服部が再び松下に詰め寄っていきます。コントロールライン通過時点ではコンマ2秒を切ってきました。さあ残り2周、服部はどこで動いていくのか。さらにもつれ始めた3番手争い、ここで大谷をかわしてリヒトが前、さらにマヒトも5コーナーのブレーキング。さあ大谷を牽制し合いながら、ここで稲葉ブラザーズが前に出ていきます。その後方6番手争いも3大パック、大森が6番手をキープ。開幕ウィナーの見せを従えながら大森現在6番手。この後戻ってこればいよいよファイナルラップ。さあ2戦連続のポールに向かって服部慎、あとは松下をかわすのみ。さあこれでラストラップ、松下をかわせるのか。さあその服部が2コーナーで動いてくる、松下のインサイドを飛び込んできた、しかしちょっとアウトに膨らんだか。クロスを使って松下が3コーナーカバー、ブラインドの4コーナーから5コーナーブレーキング、ここでは松下が冷静にクロスを使って前キープです。あとはバックストレートエンドもしくは最終セクションかといったところですが、さあ服部が合わせてこれるのか、松下のスリップに入っていけるか。松下はブロックライン、
後ろを確認しながらブロックライン、ここは服部も飛び込んでいくことができません。さあ因縁のこの最終コーナー、ここで松下が守ってホームストレート。まずはゼッケン38番松下海斗、5番手スタートから決勝ポール獲得です。2番手服部、そして3番手には稲葉リヒト、4番手に真人、大谷匠が5番手、6番手に最後かわしました三瀬翔輝が6番手でのチェッカーとなります。